素敵な紅葉なんですけれども、ここカーウォッシュセンターだよ。バケーションに来てまでもカーウォッシュしてるジョンさんです。バケーションに行く前にやるべきなんですけれども、激務のジョンさんだったので仕方ないですね。まあ、綺麗好きジョンさんなので、もうバケーションだろうがなんだろうが我慢できなかったようです。はい、なんとバケーションに来たのにカーウォッシュでございます。実はバケーションに来る前から車が異様に汚れていて、鳥の糞を撒き散らされたらしいんですね。ピンク色のソープです。ピンクペンで、わーていうか本気で洗車してるじゃん。バケーション中なんですけど、もうこれ旅行に来る前にやることだよね。おはようございます。キャッツキル2日目、残念ながら雨降ってます。